皆さんこんにちは、ファミツアップ編集部の岩田二郎です。そしてファミツアップコレアカンタイガー桜井です。からのガシでーす。さあ今日もですね、はい、モンハンエクスプロラーの動画をやっていきたいと思います。はい、皆さんガッシーが今日はなんと、はい、初のお休み。お休み。なんかね、ガッシーさん福岡県出身なんですけど、はい、なんかホームシックにかかったそうで、はいはいはい、なんかちょっと顔面が緊張して笑えなくなったらしいんです。最近ちょいちょいモンハンの動画とかでも生放送とかでも、はい、あのガッシーなんかこうなんかこうねえ、こわばってます、こわばってますね、ちょっとこわばって、悪の顔ってユーザーさんは言ってましたけど、あれこわばってるだけなんですね。あれが実はあのホームシックの幻聴。ああそうだったんだ。あれが結局、ね、ホームシックにかかる前の症状だったという。気づけなかった。そう、僕ら気づけなかったというわけで、今日はガッシーはお休みです。はい、はい、ホームシックでは福岡に戻っております。というわけで、はい、今日はこの2人で、はい、なんとタイガー桜井チャレンジ来ました。タイガー桜井チャレンジ、はい、しかも今回はなんかね、はい、桜井くんが自信を持って今日勝ちますよ。育ててきたもん、はい、育ててきましたから。今日は何のモンスターに行くんですか。はい、ラギアーシュですね。ラギアクルスアッシュ。ラギアーシュ、はい、ここがねやっぱ普通の特急より1段階難しいという。そうですね、はい、星4装備で、ね、今普通の特急だったら今防御が1440とか50とかあるんですけど、うん、普通の時だったら、ね、ダメージ1とかになるんですよ。はい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 、はい、それに近いですよ、避けたとかで、はい、でもラギアには2300食らうんで。ほー、うん、なかなかね。いつも回る時はパワーアップつけてる。つけてないですもん。もうつけてない、はい、まあソロではやらないんで。そうだよね、マルチだもんね、はい、で今日は、まあ、今回はソロでね、ソロでパワーアップなし、濃厚を目指して、はい、いくと。いきます。スラッシュアックスです、はい、ちょっとこの画面からなんですけどね、はい、スラッシュアックスです。スラッシュアックスです。やばい、これは。そう、時間がね、今ね、もう襲来終わってる時間なんで、ちょっとこの画面からね、キープして。桜井君がいつの間にかスラッシュアックス使いになってるとは。スラーク超強いっすよ、本当に。強い強いっす、これ。これは何のスラーク。これね、ベリアスラークですね。ベリアスラッシュのスラッシュアックスで、はいはいはい、まあ、武器側の狩人の剣なので、うん、まあ、パッキングなんですよね、本来。ラギアクルス亜種が雷なんで土属性を持ってきて、はい、そうですね。で武器はパーティー向けだけど 1.5 倍だったっけ。そうですね、30秒間 1.5 倍になる。はい、土属性攻撃が 1.5 倍になると。ね、ここが鬼門なんですよね、正直、うん、ジャギ強すぎ。ジャギちょっとね、めっちゃ慎重になります俺。しかもね、やっぱガードないですからね。はい、そうなんですよ。最近はじゃあもうずっとスラック使ってるの。いや、まあ結局5属性武器全部50レベルになったんで、はい、全部属性ですね、分けるのは。しかもね、なんか今日めちゃくちゃ喋りながらやりますね。やっぱガッシーとは違うっていうところね。ガッシーはしゃべらない。おー、いいね、いいね、ノーダメ。ここがね、結構だってこのジャギーですら普通に100、うん、150とか200とか。いいね、今の余計。いや、さかがり、うろうろしてる、うろうろしてる、やめて。これちょっとモーションが分かんない、次の組。 ね、うろうろしてるの嫌なんですよ、ね。いや、桜くんやっぱうまいわ。いや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 。お、いいね。チェンジ中でもできるんだ。そう、強いんですよね、ほんと。スラークが。要はやっぱ、斧モードと剣モードの使い分けがかなり大事。はい、そうですね、やっぱりこう、斧で貯めて、剣で貯めると、はい。結構こまめに切り替える感じか。そうですね。やっぱ結局剣が一番軽く出るんで。美しいね、立ち回り。あっす、これはやばい。これは本当に今回特急パワーアップなし、濃厚いけるかもしれない。いや、いきますよ、まだね、今までね。これはおお、ちょっとビビって使った今。そう、今ね、避けれてました。避けれてたね、今。いいね。あ、ちょっ、あっ、ちょっと、ちょっと今軌道が読めなかった。確かに、ね、2回来るんだろうなと思ったんですけど、うん、よし、オッケーオッケー。ここからラギアですね、次が。次、通常ラギア。ラギア原種。ラギア原種、ラギア原種もまあ有利属性でなりますからね。そうですね、実際ラギア種はめちゃくちゃ狩りに行ってるってことだよね。ラギアは結構やってますね。揃えた全部。あ、一応多分部位は全部揃ってると思います。
でもいい、ね、そう、とりあえずね、頭が強いんでね、今頭座ってますね。ああ、そうかそうか、うん、雷属性攻撃プラス50とかだ。そうですね、そうですね。なんか基本的にやっぱラギアはもうケツから殴っとけば、うん、今足食らっちゃったね。そうね、ケツ真ん中背中をターゲッティングしつつ、そうそうそう、後ろの方から、後ろの方から殴ると、後ろ足ぐらいを狙って方向から攻撃する。いいね。とりあえずこれ使ってきます。おお、使った。100になっちゃったからね。そう、これあのやっぱ40で使えるんで、はい、2回できるってことか。そう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 、ガードなしの武器についてはいいよね。そうですね、やっぱいつでも、うん、すぐたまるんで結構。俺らあれだね、ガッシーいないとなんかすごい攻略っぽい動画になるよね、はい、確かに。やっぱあいつが一番ふざけてんだね。ガッシーいるのかな。なんかちょっとね、ちょっとこっち来てくんないかな、こいつ、ね、そっちは危ない。あ、まあ、壁、壁に近い、ね、いい。そうで、ナギアがね、こうね、はい、こう電撃吐くときに、はい、なんかこう、右になんかこう癖があるらしくて。ほう、右にラギア動くってこと。この位置が危ない。なんかね、首を横に振りながら吐くんで、はい、あー、ほんとだ、こっち側に伸びるんですよ。はい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 。なんでね、多分こっち回りいい、いいね、立ち回った方が多分あれ当たりにくいんじゃないかなと。2回しか取れない。あー、これ、これマジ避けれない。あれ、ほんとだほんとだ。いいね、いいね、いいね。じゃあこっからが次だす。次ですね。アッシュ行きます、はい、ラギア来るさ。アッシュ、アッシュはね、なんかね、あんま変わんないんですけどね。あんま変わんないね。あんま変わんないんですけど、なんか若干追尾が強くなってるっぽいのかな、うんうんうん、ちょっと軌道もあれだよね。特になんかね、直線的じゃないよね。タックルが避けづらいんですよね。さあラギア、はいはいはい、時間稼ぎしますよ、ラギア来るさ。アッシュも。お、3000？ 今3000の、これが避けづらいんですよ。なんかこれ若干追尾してるっぽくて、あー、移動距離もちょっと長い感じ。原子よりもめっちゃ攻撃ダメージ出せるね。やば、スラクね、うまい、今の強いんですよ。判定出た瞬間に回避。ただ体験モードだと火力めっちゃ出るね。そう、やばい、これが怖い。でも本当後ろにね、回りまくると、はいはいはい、いいと思います。いい、安定してるな。やっぱこれが嫌だ。これがあれですか、ソロだと、はい、あのファイヤー打つタイミングがちょっとない感じ。ファイヤーね、あの尻尾だけってるとこの瞬間打てるんですよ。おお、時々長いやつもあるよね。大そうですね、あ、長いやつはちょっと無理っす。大範囲は無理なんだ。そうですね、今の瞬間か、それ見切るの大変だな。さあ、危ない時に、ね、そう、ファイヤーでそのひるんじゃったりすると、うん、相手が、あ、待って、これ使わない方がよかった。ああ、今のはね、よし、はいはい、この瞬間ファイヤー入る、一回来ないか。お、ひるんだ、ラッキー、きた。おお、これね、やっぱりね、大技が、あ、これが避けづらい、これが大技ね。意外に尻尾らへん判定ないよね、あれ。そうっすね、根元らへんはあるんだけど。たいいね、順調ですよ、順調ですよ、すごいよ。いいね、やばいぞこれは。さすがですよ、ね、タックルもね、ちょっと追尾が強いんで。サスタイガー、あ、どうす、ちょ、まだね、この満身よくない。最後までね、この俺は満身をさせようと思って、ちょっとサスタイガーって言ったけどね。おお、来た、あれでちょっとね、スライドさせるのもいいよね。あっ、やっぱ、やっぱり当たった。そう、原種だったらね、多分今の当たんないんですよ。当たんない距離、今あと回避使うか悩んだところ感じだよね。そうですね、ギリギリで見切るかどっちかって感じ。いいね、これはね、いい動画です。僕のね、ジュビロチャレンジの次にいい動画ですね、これ。いや、あれはマジで。あの動画超面白かった。あ、ひるんだ、いいね、危ない、うまい、うまい、おお、これはうまい、これはうまいぞ。やっぱりそのスラグって、はい、コンボが途切れないんですよ、この剣モード。切り替えでなんかつながるよね。つながりますね。なんでね、あの本当罠かけてる時とかも超強いし、意外に DPS とか出ちゃってるんだ。そう、結構ヒルミループに持っていきやすい。やばいね、これは。だからそのパーティー4人が、あの、うん、全員カリウドとかだと1分ちょい、1分半とかで終わる時あります。へえ、そうそう、あ、こっち向いた。いや、今満身だったら属性解放しましたね。ラギア頑張れ。あっ、避けてた。これ
やばいね今の。ラギア、ラギアシ、いけ。おえ。おお。これも勝ちました。お見事。よし。いや武器ね、武器育てましたからちゃんと武器と防具。すごいこれはちょっとねめちゃくちゃ参考になるでしょ、はい、これ。マジですか。うん。ありがとうございます。ノーマンシン。ノーマンシンしてる。ノーマンシン。マンシン発動せず。発動しなかった。これ素晴らしい。これこんだけ素晴らしいチャレンジ動画、はい、久しぶりだね。久しぶり。久しぶりですよ。ちょっとガッシーとの違いがね。いや出た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 。はい。ね。あいつ大したことねえな。ちょっとねガッシー、はい、あれですからね。これになってきますからね。そうそう。ガッシーはねちょっとね、はい、天狗になりかけてるんで。次のね裸講座。そうそう。これ開けていいですか僕。はい。開けましょうか。このね鱗が欲しいんですよ。4、ここ鱗来たらマジ神。ああ。しかもネオツルスこれ出たの超神。来い。起きたー。おお。これはでかい。12でっか。やばいね。あざす。いやお見事でした。あざす。じゃあ装備を見せましょうか。あ、そうだね。今の装備見ましょう。ね、今これです。はい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 。なかなか仕上がってんじゃないですかこれ。どうだけまだ38ですけど。本当だ。え、でも混ざってる？はい、これ。そうですね。これがあの結局耳栓。ウォルスフォード。ああ、うん。これが超強いんで耳栓をつけて。はい。でこれがこれ単純にあの防御力が高いからこれつけてるだけで。はいはいはい。多分他にもっとね耐性つくやつとかもあると思うんですけど。これをつけてます。あやばいね。これはドボルのグリーブなんですけど、はいはいはい、これも属性プラス30、あの弾ついてて属性攻撃上がるんで、うん、これかなり強いかな。わこれはね混合の装備で、はい、しかもちゃんと仮玉じゃねえ技玉で発動できるようになってるってすごいね。そうですね。なんか本当マジでとりあえずこれは絶対育てた方がいいなと思って。耳栓もあると、うん、これ超おすすめです。ただねやっぱここ腰にも土属性プラス50かなんかついてるんですよ。ほう。あのベリア装備これからほら30かついてるんで、うん、まあね本当はねこれつけたいんですけどやっぱ耳栓の方が欲しいから。耳栓を優先したって感じか、はい、でそうこれ銅が中途半端なんですけど、うん、銅がねなんかあんまりスキルが強くないので、うん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 、確かに感電耐性だもんね。だからなんかこれあんま育てたくないなと思って今中途半端なところに止めてる。止めております。まあ別の土属性が来たら、はい、変えちゃう、そうですね、変えるタイミングって感じですね、うん、なんか2周目の土とかでここが強いスキル来るかもしれないんで、はい、とりあえずここは保管してますという感じです、はい、いややり込んでますね。いやスラーク作ってください皆さん。はい、マジ楽しい。スラークの株上がったねこれで。だいぶいや本当に今多分、まあ、体験双剣スラークが一番強いんじゃないかなと思ってます。強い、はい、前回のねタチの、うん、ね桜井君の立ち回りもね眼筋ですか。そう眼筋足のタチはマジ難しいですね。いやでもあれも素晴らしかったと思いますから。タチ11月に情報修正がはい、ありますね。あるらしいので調整がありますんで私も楽しみです、うん、それやってまた大将ね、はい、評価したいと思います。といった形で今回はタイガー桜井チャレンジ見事成功。おめでとうございます。頑張りました。はい、はい、よくできました。ありがとうございます。というわけでじゃあ皆さん次回もエクスプローの動画で会いましょう。その前にファミツアップチャンネル登録もよろしくお願いします。お願いします。 PC で見ている方はあ、今出したんですね。そう、今出しました。なるほど。体内から出てきたこれを、はい、スマホで見ている方は概要欄からぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。次回の動画はガッシーはいるかいないか分かりませんというわけで皆さん次回また会いましょう。さよなら。さよなら。ガッシーです。